にちは。こんにちは。ありがとうございます。本日は第2回ジャズ&昭和歌謡チャリティーコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきますスマイルメイと私エンジェルひろこでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のコンサートに寄せられました義援金は西郷村を通じてウクライナ支援に役立たせていただきたいと思いますので、皆様の温かいご協力を何卒よろしくお願いいたします。それではただいまよりチャリティーコンサートを開催いたします。ご来賓いただいた皆様、そして会場の皆様、最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは第1部の演奏に移らさせていただきます。初めに今回お送りする曲ですが、実はこのチャリティーコンサート今年の1月に行う予定で、冬にちなんだ曲を選曲したのですが、皆様ご存知の通りまん延防止で開催が延期になってしまったためお送りできなかったんです。そして本日無事開催できましたということで、今回そのまま冬の曲をお送りさせていただくこととなります。春近しで春を来いと、まあね、まだ寒い季節がございますが、ゆっくりと楽しんでいけたらと思います。それでは第1部、白川ジャズオールスターズの皆さんです。昭和歌謡を主に約80曲のレパートリーがあるということで、それではお願いいたします。まずは1曲目、時の過ぎゆくままに。この曲はジュリーこと沢田研二さんの曲でもおなじみの曲ではありますが、本日お送りします時の過ぎゆくままには高橋真理子さんバージョンでお送りさせていただきます。原曲をご存知の方は違いの方もお楽しみくださいませ。それではどうぞ。
私マリコさんで、ね、時の過ぎ守りも素敵な、はい、曲でございましたね。2曲目はしっとりとした歌でお送りさせていただきます。季節背いた冬のツバメ、ひるりひるりと鳴いておりますという、ね、ツバメでお送りしたいと思います。どうぞ。
Thank you.
第1部いよいよ最後の曲となりました。6曲目最後の曲は上のはずの夜行列車、降りた時から青森駅は雪の中でおなじみの曲でございます。石川さゆりさんで津軽海峡冬景色。Thank you.
これで第1部の終了。